浦和レッツの元日本代表 MF、ガジン友也が、自身の公式インスタグラムを更新。かつて共にプレーした元日本代表 MF 原口元気とトレーニングした様子をアップしている。現在36歳のウガジンは2010年に流通経済大から浦和に加入すると、21年まで浦和でプレー同年終了後に契約満了となり、 J3 の FC ギフで2シーズン戦い、今季から浦和に復帰した。ここまではリーグ戦、ルバンカップともに出場はない。その中で、ウガジンは公式インスタグラムに、こうやってまた元気と一緒に笑顔で練習できて楽しいよ。大人になった元気との会話もまた面白い。人って本当に成長するんだね。笑とても刺激的な時間ですと綴り。 帰国している原口とトレーニングで汗を流す様子をアップした。現在33歳の原口は海外移籍前の2008から14年に浦和でプレー今季ブンデスリーが2位と躍進したシュツットガルトでリーグ戦2試合の出場にとどまり、今年5月に契約満了による対談が発表され、フルス浦和の練習に参加した。 原口は先日、元日本代表 DF 牧野智昭氏とも一緒にサッカーをし、SNS で、原口元気が見伸びすぎ、と突っ込まれていた。投稿に対し、原口が、充実した時間だったわ、とコメントすると、宇賀人は、あの後同じトレーニングして案の定ぶっ飛びましたと舞台裏を明かしていた。